はい、どうも葵です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回ですね、前回紹介したパタゴニアの使いやすさ抜群のスウェットを買い足してしまったので、そちらを紹介しようと思います。それではよろしくお願いします。今回紹介するのはこちらの P6 ラベルアップライザルクルースウェットシャツの EL キャップカーキというカラーになります。今私が着てるのもそうなんですけど、先日の動画で胸のロゴが違う色違いの紹介動画を出していまして、このスウェットはですね、このカラーで3着目になります。ちなみにこの P6 ラベルのロゴのタイプはこれが初めてです。今私が着ている 2,3 年前のアップライザルクルースウェットシャツと、今手に持っているこちらのカーキの2020年モデルのアップライザルクルースウェットシャツで少し違いがありましたので、それも合わせて紹介しようと思います。まずは知らない方のためにこのスウェットを軽く紹介したいのですが、デザインは胸にワンポイントのロゴだけでかなりシンプルなデザインになっています。しっかりした丈夫な生地でガンガン使ってもへたることがなく、裏地は裏肝になっていて着心地が良く、1枚で着ても暖かいです。シルエットもいいので、1枚で着てもインナーとして着ても着回しがしやすく、とても使いやすいスウェットになっています。値段が8800円になっています。スウェットで8800円っていうのは決して安くはありませんが、私これで3着目なので、そこそこいい値段で3着も色違いで買うというのはなかなかないと思いますので、これで良さは伝わるかなと思います。まあ良くないと3着も買いませんので。色味は黄色みがかった白みたいなアイボリーやクリーム系です。オンラインサイトで見て気になってはいたのですが、パタゴニアのショップで実物を見て一目惚れして買ってしまいました。カラーですが、使いやすさはグレーやブラックなどの王道カラーの方に軍配は上がると思いますが、この EL キャップカーキの良さは、これを着るだけで優しさが出るというか、柔らかくなるというか、私一児のパパなんですけど、優しいパパっていうオーラを出してくれます。これを着るだけで柔らかい印象を与えてくれますので、私を新しいジャンルに目覚まさせてくれたなとも思います。これにリュックを背負うと、さらに柔らかさが増すと思います。まあ、簡単に言うと、とてもいい色っていうことです。旧モデルとの違いですが、2020年モデルのこの服を触って感じたのが、カラーにもよるかもしれませんが、生地自体が 2,3 年前のモデルと比べると柔らかくなっています。前の動画で欠点は生地が硬くて腕まくりがしにくいと言っていますが、新しいモデルに関してはそういったことはありません。あと旧モデルと裏の肝を比べると、2020年モデルの方がより繊細になっていて、素肌の上から着ても着心地が良くなっています。まあ、欠点っていうか、まあ、最近妻に言われて気づいた欠点があるんですけど、まあ、欠点というか人によっては長所になるかもしれませんが、生地がしっかりしている分、特に肩の部分がですね、体に沿ってくれないので、水泳選手やラガーマンみたいに肩が盛り上がってガチッとした体型に見えることですかね。まあ、筋トレをしている私からしたら、まあ、長所になっちゃうんですけど、まあ、一応気づきとして伝えておきます。この EL キャップカーキは本当にいい色味で、特にパパさんには着るだけで優しいオーラが出ますので、もってこいのカラーです。パパさんだけでなく、普通に着ても、まあ、定番カラーではないですが、使いやすいと思います。最近外出するときは、まあ、こればかり着てますね。はい、ということで今回は P6 ラベルアップライザルクルースウェットシャツの EL キャップカーキというカラーの紹介動画でした。今回の動画を楽しんでいただけたなら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。